斉藤康夫斉藤康夫から1931年1月28日は、日本の教育者、実業家、政治家、衆議院議員、貴族院多額納税者議員、旧名、慶之助。武蔵国半沢郡中瀬村で、双方家、斉藤雄之助の長男として生まれる。1879年、家督を相続し、康夫と改名。百八十五年、 埼玉県市範学校を卒業。1891年まで小学校訓導を務めた。1893年、自由党埼玉県支部が結成され、同党に加盟。1894年、埼玉県会議員となる。1898年3月、第5回衆議院議員総選挙で、埼玉県第4区から自由党所属で出馬して、当選。以後、 第6回と第11回から第13回までの総選挙で当選し、衆議院議員を通算5期務めた。1925年9月29日、貴族院多額の税者議員に任じられ、在任中に死去した。立憲声優会員内主事、同郷議員を務めた。三死業の保護や救済、利根川河川地工作などに尽力した。実業界では、深谷銀行討取り、 埼玉農耕銀行取締役、大宮商業銀行取締役、武州銀行取締役、深谷商業銀行監査役、埼玉伝統会社監査役、中瀬信用購買販売生産組合理事長、埼玉県信用組合連合会幹事などを務めた。ありがとうございます。